ニコニコハロー、ゆうでーす。みるでーす。はい。なんか今日の服がまたまた違うね。真っ黒です。真っ黒。ね、毎回なんかさ、服が違うからさ、新鮮だよね。かわいいよね。今日の、じゃあ、服装チェックみたいなのしようか。ワンピースね。うん。いつもどういうとこで買ってるわけ？かわいい。なんか、決まってなくて。お店、なんか、109とか。109行くんだ。行ったりとか、あと、ルミネとか。ルミネ、おお。めっちゃ回って。これだっていうのか。かわいい。いいね。今日ね、視聴者さんからね、ミレイちゃんとレスを取ってほしいっていうね、お声をいただいてるんですよ。はい。なので、今回第2弾、2回目だよ、多分。レスが。ね。そうだよね。レスを、第2回目を切っていきたいと思います。はい。今、シャワー浴びてなかったから、はい、1回シャワー浴びて、で、はい、始めようか。はい、じゃあ、行ってきてます。はい、行ってきます。はい、その間に準備しとくね。あ、ごめんね。はい、どうぞ。はい、というふうに見せかけて、私は今からちょっとあるドッキリを仕掛けたいと思います。ミレイちゃんにドッキリを仕掛けるのは初めてなんですが、はい、今回はなんかね、絶対活かせるクリームっていうのがあるんですよ。そうで、それを塗ったら、あそこに塗ったら、活かせるどころか塩も吹いちゃうみたいな感じのね、クリームで、美白に近いのかな、なんだけど、それを今日は仕込みたいと思います。はい、ペニバンを用意しました、今回ね。そのペニバンの先端部分に、ちょっとローションと見せかけて、そのクリームを塗るんですよ。で、あそこにブシュッて挿入して、どんな感じになるのかを、やっていきたいと思います。これはちょっとミレイちゃんには知らせてないことなので、はい、内緒にしておきたいと思いますが、で、それをね、今から塗るので、はい、来る、あのシャワー浴びてる間に、では仕込みに入りたいと思います。はい、準備完了しましたので、今からやっていきたいと思います。ちょっと、もうちょっと待ちたいと思います、ミレちゃん来るまで。はい、あ、お帰りなさいませ。はい、あの今日はね、新しいペニバンを用意しました。そう、それで、あのやりたいなと思ってて、じゃあ、ゆいが攻めるんで。はい。はい。ミレイちゃんに正解さして、もう分かったとこだった。まあ、これ、何回かやってるからね。背中そう。待って、背中だった。背中なんだ。なんか髪の毛、とか、当てるじゃない。そうなの？え？知らなかった。今日ちょっと攻めてみていい？それ。